ブースターの佐藤でございます。こんな格好で、びっくりでございますけども、マスクと、ゴーグルですね、しています。今日はちょっと、これの有効性について、ちょっと話してみます。これまあ花粉対策でゴーグルしてるんですけど、これが最近始めたんですね。歩きながら帰ったり、まあ、来たりしてるわけですけど、その時にこのゴーグルをつけております。で、花粉症は何年か前からなってるんですけど、まあとにかく目がかゆい、ちょっと話しましょう、聞こえないからね。とにかく目がかゆいんですよ。で帰ったら洗って、こう洗顔してもう目までこう洗ってるっていうような状態だったんですね。でもう、その状態がこのゴーグルをかけたことによって、なくなったんですね。珍しいとかありがたいなと思って、これ皆さんね、もう本当いろんなところでこういうの、購入できると思うんですけど、使ってみた実感として非常に、こんななぜこれまで使わなかったのかっていうくらいいいものだったので、でなぜこれ去年までねこういうのをしてたら、うわなんかすごいのしてるみたいなイメージあったんですけど、もうまあ最近コロナの影響でこのマスクしてる人しかいないわけです。マスクほとんどの人はしてるわけですけど、それプラスこれしてて何の、変な目で見られる系はなくなっちゃったんですよね。これ今年の傾向として、で何ていうんですかね、これしたまま両方したままコンビニも入っても、前コンビニにヘルメットしたまま入ったらいけませんみたいなのありましたけど、それと同じような状態じゃないですかこれね。ヘルメットして入ってるのと同じぐらいな感覚ですけど、もう音がめもないし、レジでこれをしてても外してください、顔見してください的なこともないし、いいかなと思います。まあとこうちょっと上ずらしゃ済む話ですけどね、この前なんか間違ってこのつけたまま銀行行きましたけど、銀行で、それ外してくださいって言われなかったぐらい、今やこういったものが、抵抗がないですね世の中の。まあある人はあると思いますけど、まあ言われたらすぐね外せます、あすいませんとか言って外せますんで、いいかなと思います。まあということでこれつけると目が痒くない、なので、ぜひお勧めしたいと思います。それから、もうご承知の通り、緊急事態宣言が延長になっておりますけども、平日は6時のスタートです。で8時に閉店します。以前は8時本店だったから向こうの8時にライブが始まってましたけど、今は8時に閉店しています。でお酒は19時までの提供となっておりますので、この辺スケジュール、チェックしていただきたいと思います。どこでチェックすればいいのかはこの概要欄で、ホームページのリンクを貼っておきますので、それをぜひ見ていただきたいんですが、そこで、ホームページのトップページに今リンクが飛びますけど、この、ホームページの方も変わっております。何が変わっているかというと、ルースターの、案内動画っていうものがまず、リンク先行くともう目に入ります。これ一回再生してみてください。ちょっとね普通のお店紹介動画っていうものとちょっと違うっていうか、うちらしいっていうかですね、そういう風に仕上げています。それと下の方にですね地図がまあ載ってるわけですけど、住所と、スクロールするとで下の方まで行くと、地図の横に荻窪駅からの、行き方動画ですね、これ載っけてます。でこれもですね前一回作ったことはあったんですけど、なんかもうちょっとなんとかできないかなと思って作り直しました。これ見ると荻窪ってこういうとこなんだっていうことまで、ちょっとわかるというか、意外な、もうこれね今ここで言ったらもったいないんで言わないですけど、
え、そうだったんすかっていう情報が入っております。なので、ぜひね、あの見てみてください。で、その、まあ、そのトップページ見ていただくのもいいんですけども、特にこの3月の情報、これ緊急事態宣言で、まあ、21日まで、あの8時までってことになりますね。でその後どうなるのかっていうのがまだわからないわけですよ。相変わらず、決まってないわけで、もしかして延長の延長の延長になった場合、これが8時までは継続するかもしれないわけですよね。そうするとまたあの大和田幕じゃなくて、ね、あの大和田になるんで、またスケジュール変更も出てきます。でもしかして、緊急事態宣言が終わったらおそらくですけど、8時閉店が、9時閉店に変わるのではないかと思われます。でその情報を待って、時間確定っていうのもまたあのスケジュール調整が出てくる日もありますんで、ちょっとそこも確認ですね、でございます。ということで、あの毎日なんかあの毎日じゃない毎回、動画あの上げる際に何か皆さんに何か一個あの、面白い話をできたらいいなと思ってこれからちょっと考えていきますので、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。ということで今日はここまでルースターの佐藤でした。ありがとうございました。